ウィキペディア朗読松本清張1909年12月21日から1992年8月4日は日本の小説家1953年にある小倉日記伝で芥川賞を受賞以降しばらく歴史小説現代小説の短編を中心に執筆した1958年には 点と線、目の壁を発表。これらの作品がベストセラーになり松本清張ブーム社会派推理小説ブームを起こす以後「ゼロの焦点」「砂の器」などの作品もベストセラーになり第二次世界大戦後の日本を代表する作家となるその他「かげろうなどの時代小説を手がけているが「古代史疑」などで「 日本古代史にも強い関心を示し、火の道などの小説作品に結実した。緻密で深い研究に基づく辞説の発表は、小説家の水準を超えると評される。また、日本の黒い霧、昭和史発掘などのノンフィクションをはじめ、近現代史に取り組んだ諸作品を表し、森外や菊池館に関する評伝を残すなど、 広い領域にまたがる創作活動を続けた。故障。成張はペンネームで本名は清春と読む。音読みのペンネームは小説家の中山義衆。本名は義秀に習ったもの。最もっとも成張は義衆が本名であると勘違いをしていた。編集者は1950年代中盤まで 清張を清春と呼んでいた出生地公式には福岡県菊郡板沸村現在の北九州市小倉北区生まれとされ多数の観光物また北九州市立松本清張記念館によるものを含め大半の資料の年譜において小倉生まれとされているしかし小倉は 出生届が提出された場所で、清張自身は1990年の読売新聞のインタビューで、生まれたのは小倉市、現北九州市ということになっているが、本当は広島と話しており、実際には広島県広島市で生まれたと推察される。また、 松本清長記念館に展示される清長の幼児期の記念写真の裏や台紙には、広島市内の実在する地名、広島京橋と広島市内に実在した写真館の名前がはっきりと記載されている。公文社で清長の初代担当編集者だった桜井秀則は、作家というものは自伝を書く際もあるので資料は取っておいた方がいい。 清長にアドバイスしたこともあって、清長は、桜井君には話しておくか、という気分になったようで、時折、桜井に自身の老い立ちを話したと証言しており、清長は、広島で生まれたが、父親のだらしなさから村役場に出生届を提出していなかった、と話したという。また、清長から、父は米の仲買人だった。 儲かった時もあったらしく、その話はよく聞かされたが、実際は大損する方が多かった。私が生まれた時は、その大損をして逃げ出した時で、真冬の寒さの中を私は母に惹かれて小倉にやってきた。ここでやっと出生届を出してもらった、と聞いたと証言している。後年桜井は、板潔村、かっこ、現、小倉北区、 に行き、清朝の家族が住んでいたとおぼしき町を歩いたがこの頃の住民は清張の家族がどこに住んでいたか誰も知らなかったというこのほか清張自身これまでの作品の中で自伝的なものの最も濃い小説「私の父と田中家の関係はほとんど事実のままこれに書いた」と記述している 不景の指の中で私は広島の慶長に生まれたと聞かされていたと書いており成長研究の第一人者と言われる郷原博は私小説に書かれている全てが事実とは限らないがここは誰が見ても事実を曲げる必要のないところでありしかも単に広島と書けば済むところをわざわざ広島の慶長と 具体的に踏み込んだ書き方をしており、記念写真の件と合わせて郷原は「小倉は本籍地で出生地とは考えられない」「清長の出生地は広島」としている郷原はこの慶長とは広島駅近くの京橋町現在の南区と推定している松本清張の残像2002年の中で 松本清張は広島生まれと指摘した松本清張記念館館長藤井康江は古い一枚の写真は広島生まれの傍傷となるものかもしれないけれどだからといって生年月日や出生地などの公式記録を書き換えることはできないそれらは本人が生涯馴染み確認し続けたものなのだからとしつつも2009年に朝日新聞 12月10日付29面や中国新聞5月28日付11面の市場で、成長は広島生まれとした上で、清長の戸籍謄本ほかすべての公式記録の出生地が小倉になっており、清長本人が出生地の訂正をしなかったものを他人が変えられないと説明している。ただ藤井が、 松本清張は広島生まれと指摘して以降清張関連文献において広島生まれと記述するものが増えてきている日外アソシエイツは2014年刊行の人物ゆかりの旧跡文化施設時点で松本清張の出生地を広島県広島市と記載している清張自身が広島で生まれたと話し藤井が 松本清長は広島生まれと公表したものの藤井が館長を務める北九州市立松本清長記念館は清長の出生地が広島であるとの報道について新切として触れる一方現在も小倉生まれとの見解を取っている清長には清長本人以外に公式なる存在があるという奇妙なことになっておりそれは 松本清張記念館と考えられるが公立の文学館が広島生まれを証明する物証を展示しながらなお小倉生まれと言い張らざるを得ない理由として清張を広島生まれと認めてしまうと清張は10歳から11歳頃から小倉で育ったとされるため小倉出身北九州出身とは言えない状況が生まれるためと考えられる。 清張の年譜の書出は1958年の角川書店「現代国民文学全集27」「現代推理小説集」の著者略歴とされるが以降年譜関連の記述では出生地を福岡県小倉市かっこまたは単に福岡県と記されるただ清張はインタビューや自伝的小説と呼ばれる作品の中でも 小倉で生まれたと発言記述したことはない。なお松本清張全集文藝春秋の編纂にあたって清張が特に年譜の訂正を行わなかったことも指摘されている。この点について河原博は出生の環境を恥じる思いもあってあえて年譜を訂正しなかったのだろうと考察している。 2010年の広島県郷土資料館展示では清張の広島出身の可能性が多くの資料により検証されている父松本峰太郎は鳥取県日野郡日南省の田中家出身で幼少時に米子市の松本家に養子入りした青年期に養父母宅を出奔し大阪に赴いた後、 日清戦争開戦の1894年21歳の時に広島市に来て書生や看護雑影寄付などをする。当地で広島県鴨茂郡志和村現在の東広島市志和町出身の農家の娘で広島市内の紡績工場で働いていた母岡田谷と知り合い結婚。 清長の姉二人は乳児の時に死亡している。年譜ではこの後当時日露戦争による炭鉱景気に沸く北九州に移ったものらしいと書かれ、この後に成長は生まれたと書かれている。しかし読売新聞のインタビューでは、成長自身が生まれたのは小倉市、各個現北九州市ということになっているが、 本当は広島である。それは旅先だったので、その後すぐ小倉に行ったものだから、そこで生まれたことになっている。と話している。妻が一人、娘は外務省の役人で、駐ロシア大使、外務審議官を務めた渡辺浩二と結婚した。出生日、1909年12月21日とされるが、 2月12月日ともされる実際の誕生日に関しては松本清張記念館にも展示されている清張の幼児期の記念写真の台紙の裏に「明治42年2月12日生まれ」「同年4月15日社」と墨書きされており残されている幼児期の他の肖像写真にも「明治42年2月12日」 同年6月27日社松本清春と書かれているこれらの写真や台紙に記載のある写真館は広島市内に当時実在したことが確認されている両親が自分の子の誕生日を2度にわたり誤帰する可能性は低いことから1909年2月12日が清長の実際の誕生日であると推定される。 12月21日という日付は、出生届が受理された戸籍上の誕生日の可能性が高く、広島から小倉に移った両親が、まだ出生届を出していなかったことに気づき、あるいは他人から指摘されて提出した日か、その際、届出の遅れをリーンに出席されるのを恐れ、届出日の数日前の日付を記入した、 などの事情が考えられる清張は実際には1909年2月12日に広島市で生まれ2枚目の写真が撮られた同年6月27日までは少なくとも広島に居住しており出生届を出したとされる同年12月21日頃までの間に一家は広島を出て小倉で 同年12月21日頃に出生届を提出その後に祖父母のいる山口県下関市に移住したと考えられる清張は半生の木で広島から峰太郎と谷戸が九州小倉に移った事情はよくわからない中略それで炭鉱景気で繁盛している北九州の噂を聞いて フラフラと関門海峡を渡ったのではないかと想像する明治42年12月21日に私が生まれていると書いている略歴幼年期成長は自身の過去についてはあまり話さなかったとも言われ出生から作家として世に出るまでの記述は主として半生の記をもとに作成されている 1910年、下関市段の浦に転居。家の裏は渦しを巻く海で、家の半分は石垣からはみ出し、海に打った杭の上に乗っていた。両親はここで通行人相手の持ち屋を始める。だが3年後に線路建設のためダイナマイトで火の山麓を崩していた際に起こった地滑りのため家が押しつぶされ、 同志田中町に移った。父はあらゆる階層の職業を転々としたが学問については承継を持ち夜手枕で清張に本を読ませて聞かせた両親には一人っ子のため溺愛された清張7歳の時に父は借金取りに追われて姿をくらます残された母と清張は 知人の家に世話になる生活を経験している11歳まで下関にて育つ1916年下関市清河尋常小学校に入学小倉への移住1920年家族で福岡県小倉市に移ったため天津島尋常小学校に転校 小倉に定住したのは小学校5年生の時かっこ10歳から11歳と推定される古仙波町の銭湯のもちで暮らし後にバラック屋を借りそこに住んだ家の前には白いアクの流れる小川があり近くの製紙会社から出る廃液の周期が漂っていた1922年 尋常高等小学校に入学両親は第八車を転がす露天商を経て翌年飲食店を開業した1922年に小倉で発行された同人誌「取り入れ」れに「風と稲」と題する松本清張名義の詩が掲載されておりこれが従来は知られていない少年期の成長作品である可能性が指摘されている。 文学への関心と挫折成果が貧しかったために1924年板別尋常高等小学校を卒業した後職業紹介所を通じ株式会社川北電気企業社かっこ現在のパナソニックエコシステムズ株式会社の源流小倉出張所の給仕に就職した掃除お茶組社員の使い走り 商品の配達などに携わり、初任給は11円、3年後に昇給して15円であった。この時期、新刊書を買う余裕はなく、本は貸本屋で借りるか、勤め帰りに書店で立ち読みしていた。当初、成長が興味を持って読んだのは、旅の本であった。特に、田山課体の寄稿文を好み、当初成長は課体を 気候作家と思っっていたたほどであったエッセイ雑草の実によるしばらくして家業の飲食店の経営がやや楽になり家が手狭になったので祖母と共に近所の雑貨屋の2階に曲がり住まいをするやがて文学に夢を託すようになるこの頃から春陽堂文庫や新潮社の文芸書を読み 15から16歳の頃、特に愛読したのは芥川龍之介であった。他に菊池寛の慶吉物語や岸田邦夫の儀曲も愛読した。休日には小倉市立記念図書館に通い始め、ここで森鴎外や夏目漱石、田山片井、泉京花などの作品を読み、 新潮社版の世界文学全集を手当たり次第に読みあさった。しかし、当時世評の高かったシガナ直や暗夜航路などは、どこがいいのかさっぱりわからなかったという。また、雑誌新青年で翻訳探偵小説の面白さに改眼。国内では江戸川乱歩の出現に同目、作品を愛読した。 だが、1927年、出張所が閉鎖され失職。子供の頃から新聞記者に憧れていた清張は、地元市鎮税法の社長を訪ねて採用を申し入れたが、大学卒でなければ雇えないと拒否された。この頃、一時は繁盛した父の飲食店も経営が悪化し、失職中の清張も露店を手伝い、小倉の平営のそばで、 パンや餅などを売っていた文学熱はさらに高まり八幡製鉄所や東洋陶器に勤める職工たちと文学を通じて交際し文学サークルで短編の修作を朗読するなどしたまた木村木の小説研究16校を読んで感銘を受けた1928年になっても働き口は見つからなかった 手に職をつける仕事をしたいと考えた清長は小倉市の高崎印刷所に赤飯印刷の見習い校となる。月給は10円であった。しかし本当の学校になれないと思った清長はさらに別の印刷所に見習いとして入る。ここで基礎から半下の書き方を学び、同時に広告図案の面白さを知った。この頃、 飲食店の経営はさらに悪化。一家は今夜町の店を債権者に明け渡して工場廃栄の悪臭が漂う中島町に再び戻り小さな食堂を開いたしかし全く商売にならず父は相変わらず借金取りに追われていた印刷所の主人が麻雀に凝って仕事をしなくなったため 生長は毎晩遅くまで半下書きの仕事に追われた。1929年3月、仲間がプロレタリア文芸雑誌を購読していたため、赤の容疑で小倉刑務所に約2週間留置された。釈放時にはチェチによって蔵書が燃やされ、読書を禁じられた。印刷口から広告図案へ。 1931年に印刷所が潰れ、約2年ぶりに高崎印刷所に戻ったが、博多の姉妹オフセット印刷、各個正確には姉妹聖火堂印刷所、博多三欠の一人姉妹喪失の末裔が経営、現在の姉妹印刷株式会社、で半年間見習いとなった。ポスターの図案を習うつもりだったものの、 文字もデザインの一つだからという理由でもっぱら文字を書かされていた。書を清張に教えたのは農書家で廃止万堂の主催者でもあった江口築亭であった。後の作品中に伺われる俳句趣味農書家の下地がここで養われた。その後高崎印刷所に3度復帰、ようやく一人前の職人として認められた。 その頃から広告図案が重視されるようになり、姉妹聖火堂で学んだ技術が役立った。1936年11月、佐賀県人の内田直と宮合い結婚。直が裁縫を習いに通っていた近所の寺の住職の紹介であった。高崎印刷所の主人が死去し、経営状態が悪化。 勤めを続けながら自宅で半下書きのアルバイトをした。将来に不安を感じ、1937年2月に印刷所を退職、自営の半下職人となった。この頃、朝日新聞西部支社、現西部本社が、文字から小倉に社屋を移転し、最新設備による印刷を開始する旨の社国が載った。 半下の需要が増えると見込んだ政長は、支社長の原田藤一郎に半下学校として使ってほしいと手紙を書き、下請け契約を得ることに成功した。1939年に広告部の食卓、1940年には常勤の食卓となった。なお、1938年に長女、1940年に長男、 1942年に次男が誕生している。第二次世界大戦中。大東亜戦争下の1943年には広告部衣装係に所属する正社員となったが独創性を必要とされない仕事内容でまた学歴差別が根強く実力を評価されない職場環境であり半生の木ではこの時期を 害して退屈空虚と記しているそのような中清張の楽しみの一つは図案家仲間との交流であった仲間と共に年に一回ポスターの展示会を開き東京から有名なデザイナーを呼んで審査してもらっていたもう一つの楽しみは北九州の遺跡巡りであった当時清長の職場の隣席に 浅野という構成係がおり浅野は収集した石器や土器の破片を取り出して清張に見せ考古学者森本六次の話をして聞かせたという浅野の影響から休日には各地の遺跡を訪ね歩いたやがて教育招集のため久留米の陸軍第56師団歩兵第148連隊に入隊 陸軍衛星二等兵として三ヶ月の軍務に服した。その後、1944年6月、臨時召集の令状が届いた。この時は、同じ久留米で第56師団から新編された第86師団歩兵第187連隊に入隊、直ちに歩兵第78連隊補充隊への転属を命じられるが、 これはニューギニアへの補充のために送られる部隊であった。補充隊は日本統治時代の朝鮮に渡り、7月4日に流山に到着、同地に駐屯となった。その後、戦況の変化から同部隊のニューギニア行きは中止となったため、聖長は中隊付きの衛生兵として医務室勤務となり、軍医の傍らでカルテを書いたり、 薬品係に渡す薬剤の名前を書き入れたりする作業に従事した。12月に陸軍衛兵一等兵となる。1945年3月、歩兵第292連隊第6中隊に編入され、4月には歩兵第429連隊に転属した。所属は変わっても衛生兵としての任務は変わらなかった。 5月、第150師団軍医部勤務となり、全羅北道チョン医部に移り、6月に衛生上等兵に進級、終戦を同地で迎えた。終戦直後、10月末、家族が疎開していた佐賀県神崎町の農家へ帰還、朝日新聞社に復職した。小倉市内の黒原英団、 各個、現黒住町の元兵器兵の公園住宅に住み、砂津にあった朝日新聞西部本社まで歩いて通勤していた。20坪前後の敷地に一家8人で生活した。しかし、当時の新聞はタブロイド版1枚、広告は活字の案内広告だけで、成長の仕事は事実上なかった。 会社の給料だけでは生活困難であったため、会社の休日や食料買い出し制度を利用し、わらぼうきの仲買いのアルバイトを始めた。佐賀地域の農家が副業で作るわらぼうきを仕入れ、小倉近辺の荒物屋に卸した。当初、成長の活動範囲は北九州だけであったが、そのうち広島まで足を伸ばし、 やがて見本を持って関西方面にまで演出空いた時間を使って京都市奈良県の奈良市や飛鳥地方の古い寺社を見学した1948年頃になると卸売りを担う正規の問屋が復活しこのアルバイトが成り立たなくなったため今度は印刷屋の半下書きや商店街のショーウィンドウの飾り付けなどのアルバイトに従事。 また生活費を稼ぐ目的もあって観光ポスターコンクールなどに応募していた。1950年代、諸女作木村木の小説研究16校を座右の書としていたが、もともとは作家志望ではなかった。生活のためにアルバイトなどをしていたところ、週刊朝日の検証小説の応募を見つけ、 賞金目当てに暇を見つけてはシャープペンで小説を書き続けた。1951年に書いた処女作、西郷札が、週刊朝日の100万人の小説の3等に入選。この作品は第25回直木賞候補となった。この年初めて上京。全国観光ポスター公募でも、天草へが推薦賞を取った。 賞賞受賞1952年木々高太郎の勧めで三田文学に「記憶ある小倉日記伝」を発表同年日本宣伝美術協会九州地区委員となり自宅を小倉事務所とした1953年にある小倉日記伝は直木賞候補となったが後に 芥川賞選考委員会に回され、選考委員の一人であった坂口安吾から激賞され、第28回芥川賞を受賞。同年、オール読み物に投稿した修習銀が第1回オール新人杯加策を得た。状況。1953年12月1日付で、 朝日新聞東京本社に転勤となり、上京する。当初、単身赴任となった政調は、まず杉並区荻木窪の田中家に寄宿した。翌1954年の7月に一家が上京。当初は練馬区関町の釈屋に住んでいたが、3年後の1957年に上釈寺院に転居した。 朝日新聞社勤務時代には歴史書を雑読し、広告部光閲係の先輩から民俗学の雑誌を借りて読んでいた。また、樋口清之の考古学入門書を愛読していた。西部本社勤務時に引き続いて遺書係の主任となったが、1956年5月31日付で朝日新聞社を退社。 大社の直接の契機は井上康からの助言であった。本格的な作家活動。以後作家活動に専念することになる。1956年9月に日本文芸家協会会員。1955年から張り込みで推理小説を書き始め。1957年に 短編集顔」が第10回日本探偵作家クラブ賞現日本推理作家協会賞を受賞同年から雑誌「旅」に「点と線」を連載する翌年刊行され目の壁とともにベストセラーとなった「成長以前成長以後」という言葉も出て成長ブームが起こった放送朝日 1957年8月号特集、テレビジョンエイジの開幕にあたってテレビに臨むに寄せた評論で、テレビ番組に対する大谷総一の発言、一億白地化運動に総の一字を挿入。かくて将来、日本人一億が総白地となりかねない、かっこ一億総白地化と述べ、これは流行語となった。 その後も執筆量は衰えず、ゼロの焦点、影浪えず、黒い画集、歪んだ模写などを上司、執筆量の限界に挑んだ。清長の多作は同時代の作家にとっても驚きであり、主々の憶測も呼んだ。作家の平林太古は韓国の雑誌思想会、 1962年8月号に朝から晩まで書いているんですけど何人かの秘書を使って資料を集めてこさせてその資料で書くだけですからね松本といえば人間ではなくタイプライターですと発言したこれに対し清調は事務処理をする手伝いの人が一人いるのみで事実に反すると反論している しかし、後、処刑となり、以後は口述筆記をさせ、それに過失するという形になった。小説定銀事件。1959年、定銀事件を題材にして、小説定銀事件を発表。当時、定銀事件はすでに最高裁判所で被告に死刑判決が下されて、裁判は終わっていた。 それを踏まえて改めて事件を推理することは裁判批判を意味したただし当時は裁判批判が高まった時期であり成長が特殊であったわけではない松川事件に対しては作家の広津和夫が裁判批判を書き宇野浩二は世にも不思議な物語「文藝春秋1953年10月号掲載」を執筆しており 清長も広津を支援するなどの活動を続けた。小説定銀事件は1959年第16回文芸春秋読者賞に選ばれた。なお、定銀事件の被告、平沢貞道は死刑執行されないまま1987年まで長きにわたり収監されて極死し、事件に対しては冤罪説が根強くある。 下山事件に関しては、政調は、広津や南原茂元東京帝国大学総長とともに、下山事件研究会を結成。推理は推理、真実の追求は別になければならない、として真相究明を訴え続けた。1960年代、日本の黒い霧。1960年、 ノンフィクション、日本の黒い霧の連載が始まる。日本の黒い霧は、文芸春秋の1960年1月号から連載され、第二次世界大戦終結以後、1945年から1952年までの7年間に日本で起こった銃の諸事件、各個下山事件のほか木星号墜落事故、白鳥事件、 ラストボロフ事件、ゾルゲ事件、カジ事件、松川事件などに対する成長の推論とその背景が論じられた。同書は連載中から大きな反響を呼び、黒い霧は流行語になった。当時はまだノンフィクションが一般的に読まれる時代ではなく、同ジャンル構成の元となった作品の一つとされている。また、 日本の黒い霧は連載中から様々に議論を引き起こし、大岡昌平と論争を行った。各個述。この後清朝は実際の歴史を題材するにあたって、小説の形式を取ったもの、各個小説東京帝国大学など、評論として書いたもの、各個北一期論など、 小説ではあるが、作中に論文を組み込んでいるもの、等ま様々なスタイルでの記述を試みてゆく。成長によると、最初これ、かっこ日本の黒い霧を発表するとき、私は自分が小説家であるという立場を考え、小説として書くつもりであった。1961年、 前年度の高額納税者番付で作家部門の1位に、以降13回1位。杉並区高井戸に転居。直木賞選考委員を務める。悪い奴ら、砂の器、獣道、天保図録を発表。純文学論争。1961年9月の朝日新聞において、 平野健が松本清張水上勤村の社会派推理小説などの中間小説の優れたものが台頭し純文学という概念は歴史的なものに過ぎないと述べたことから伊藤清高見淳などと純文学論争が起こった福田恒有によれば同年1月に大岡翔平が井上康の 青木狼を批判した時から始まっていたもので大岡はついで清張水上らの中間小説を批評家が褒めすぎるとして批判していた1963年江戸川乱歩の後を受けて日本推理作家協会理事長を務める1971年には同会長となる1974年まで 1963年11月から1964年1月にかけて古代史の知識を色濃く反映した立功遂行を発表以降小説にとどまることなく自身の見解をより深く世に問う著作を発表していく聖長はこの小説、立功遂行は論文として書かれたものでもなければ 私の邪馬台国論を小説化したものでもない。各個中略。本にまとまるとかなりの反響があった。そこでこういうものが私の邪馬台国論と思われては困ると思い、その後2年して中央公論に古代史業を執筆したと発言している。1964年に初の海外旅行へ出かけ、ヨーロッパ、中東諸国を歴訪した。 昭和史発掘1964年から週刊文春に昭和史発掘1971年までを連載226事件に至る昭和初期の諸事件を関係者への取材や資料に基づいて描いた連載中には右翼の大物からの抗議もあった呼びつけられたが 根拠を示して説明すると解放してくれたという。単行本の発行部数は300万部を突破し、成長自身も驚く売れ行きを示した。226事件に関しては、後に聖長が文芸春秋の出版局長に、資料集はたとえ商売にならなくても大切なものは世に還元すべきとして資料集も出版された。 ネオ本格他方安易な成長ブーム追随も多く1960年代半ばにはトリックも意外性もない社会批判小説風俗小説が本格推理と銘打たれ乱発される状況となった推理小説の形骸化に対し清長は責任監修を務めた総書「新本格推理小説全集」 読売新聞社1966から67年の中でネオ本格という標語を挙げ次のように発言しているこの時期に推理小説はその本来のあるべき性格を失いつつあったその理由の一つは題材主義に寄りかかりすぎたためであり一つはジャーナリズムが他作品を要求したため 不適格な作品が推理小説の名において横行したことであり、もう一つはその結果推理作家自体の衰弱をきたしたことである。これは反省すべきことであった。今や推理小説は本来の性格に帰らなければならない。社会派、風俗派はその得た場所に独立すべきである。本格は本格に帰れである。 総書、新本格推理小説全集序文。1967年、昭和史発掘、歌評、逃亡で第1回吉川英治文学賞、砂漠の塩で第5回婦人公論読者賞、同年より江戸川乱歩賞選考委員を務める。1975年まで。 1968年に邪馬台国を探求した古代史技を刊行して以降古墳時代を論じる夕古技巧、日本神話をめぐる古代探求など古代史に関する評論随筆も多数執筆されてゆく他方造形は小説作品にも生かされ D の複合巨人の磯火の道などの作品に結晶している ベトナム戦争とベトナム訪問。ベトナム戦争に際して、一方の当事国であるアメリカ合衆国の新聞、ワシントン・ポスト紙に掲載する、ベトナム反戦広告募集の呼びかけ人の一人となり、1967年4月3日に掲載された。また、ベヘーレンの中心人物の一人であった、鶴見俊介が、 成長に資金の不足を訴えた際成長は鶴見が驚くほどの額を寄付した1968年アメリカや南ベトナムと戦っていたベトナム民主共和国の対外文化連絡委員会からの招待を受け2月に北ベトナム各地およびカンボジアやラオスなどの視察旅行に出発4月4日 ファム・バン・ドン首相との単独会見に成功した。また帰国後の4月には来日したエドガース・ノーと対談した。1969年、カッパ・ノベルス版の発行部数が1000万部を突破した。1970年代、1970年、昭和史発掘などの創作活動で、 第18回菊池鑑賞を受賞。自分は作家としてのスタートが遅かったので、残された時間のすべてを作家活動に注ぎたいと語り、後半なテーマについて質の高い作品を多作した。同年、日本の黒い霧、真相海流、現代官僚論で日本ジャーナリスト会議賞を受賞。 1971年には、ルスタクの事件で、第3回小説現代ゴールデン読者賞、昭和46年上半期を受賞した。歴史への関心。1970年代以降には、電気小説の大作、再解答断記や、奈良時代に財を取った歴史小説、原人が書かれた。また、 山大国ブームが1970年前後に大きく盛り上がったことを背景に古代史をめぐる対談、座談会等が清長を交えてたびたび実施された。清長は井上三貞や西島貞夫、上田正明といった歴史学会の第一人者とも交流した。清長の活動は 当時の古代史ブームの先導の一つとなった。その関心は日本にとどまらず、アジアや中東、ヨーロッパなど広い範囲に及び、後にベトナム古代文化視察団、団員は騎馬民族征服王朝節で知られる江上奈美夫などの団長を務めた。古代史議以降、古代史に関する発言は晩年まで続いた。 山大国の所在地は21世紀の現在まで確定しておらず、清朝は所在地論争では九州説の立場を取っている。1974年に高木明光が推理小説「山大国の秘密」を発表した際、古代史に関する記述をめぐり清朝との間で論争が行われた。総教協定 総価学会会,会長池田大作と日本共産党委員長宮本賢治の会談が1974年12月に成長邸で実施され、10年間互いの存在を認め、相互に干渉しないことを約束する総協協定、各個競争協定が結ばれていたことが1975年7月に判明。 生長はその仲介役を務めていた。各個協定は公表とほぼ同時に私分化。池田と生長の初対面は文芸春秋1968年2月号での対談であり、両者はその後も進行を続けた。文芸春秋の生長担当者であった藤井康江によれば、生長の大ファンという池田とも、 自宅が当時清張宅のすぐ近くにあった宮本ともごく気軽に話せる関係であり、総協協定は偶然の重なりによるものであるという。1976年、毎日新聞社の全国読書世論調査で好きな著者の1位に、以降没年まで8回1位となった。東京新聞にて、 1976年1月1日から1978年7月6日まで、山大国期から奈良時代に至る日本古代史の通史、成長通史を連載。1977年の山大国シンポジウム、かっこ博多全日空ホテルでは、構成、司会者を務めた。江上奈美雄や井上光貞が講師として参加。 全国から600人以上の聴講者が集まったエラリー・クイーンの来日招聘アメリカの世界的な推理作家であるエラリー・クイーンを1977年に公文社などと共同で招聘しクイーン・フレデリック・ダネイと対談したクイーン・ダネイとの対談中 推理小説の基本的な考え方について互いに同意する一方、意見を対立させる場面もあった。クイーンは推理小説の世界ベスト10として、イギリスの推理作家トマス・パークによるオッター・モール氏の手を挙げたが、聖長は意外性のみを狙ったもので、動機解無、普遍性がないと主張し、論争になった。なお アメリカ版エラリー・クイーンズ・ミステリー・マガジンにおいて初めて掲載された日本人推理作家の作品は、清長の地方紙を買う女である。クイーンと清長との縁はその後も続いた。クイーンは1967年に起こったジム・トンプソンの失踪事件に関心を持っており、すでに赤い絹の執筆に着手していた清長と 関心を共有することになった。成長やクイーンの作品を取り上げたテレビドラマ、傑作推理劇場では、冒頭でクイーンが前説を述べる趣向が取られた。後に成長は、フランス世界推理作家会議で、あなたの作風はクイーンに似ていると思うが、と質問された際、明確に否定している。 キリプロダクション設立。映画監督の野村義太郎らと1978年11月にキリプロダクションを設立、代表取締役に就任した。映画、テレビドラマの企画制作に関与し、同プロダクションは1984年まで続いた。同プロダクションの設立に成長が熱意を示したのは、 黒字の絵の映画化を強く望んでいたからとされており、発足前の歌唱は黒字の絵プロダクションとも報じられていた。1978年に NHK の取材に同行して2度目のイラン訪問。翌年、ペルセポリスからアスカへ、日本放送出版協会を書き下ろし観光した。取材中には大地震と バフラビー朝の国王退陣を求める反政府暴動に遭遇し、この暴動はイラン革命となり王朝は倒れた。同年第29回 NHK 放送文化賞を受賞した。1980年代、1981年の焦燥印典、各個東京国立博物館に際して、 東京と京都で開かれたシンポジウムに参加した。この1981年頃には、元人をテーマにした歴史小説を、群像、各個講談社に連載する構想を持っていた。1982年3月30日、老つぶしとも評された国鉄問題について、 国鉄の自主再建を願う7人委員会が発足し、会員として参加した。メンバーは中村義夫、鶴重と、大河内和夫、木下淳二、沼田稲次郎、各全東京都立大学学長、矢島聖子、国民の足を守る会中央会議。発足にあたっては、 私学会館アルカディア一ヶ谷で協議した政調はこの会について「硬直し泥沼化してゆく労使の現状を見ておれない声なき声を代表して双方が真剣な気持ちで問題解決に取り組んでくれるようになれば」と述べているこの問題はその後国鉄分割民営化で決着した。 1983年には19作品24回の新作ドラマが放送されるなど、視聴率を確保できるとされた成長作品のドラマ化は加熱気味となっていたが、原作のテーマから逸脱した不本意な映像化を防ぐ目的もあり、キリプロダクション解散後の1985年にキリ企画事務所が設立され、 清張は監査役を務めた2000年に解散インド中国訪問1983年朝日放送の取材に同行しインドを訪問デリーやマドラスコルカタなどを歩いた帰国後に密教の水源を見る空海中国インド 講談社を書き下ろし観光した。同年には中国も訪問し、首都北京で修養中国文学芸術会連合会主席、フェン・ムー中国作家協会副主席と会談した。政調は、文学は面白いことが第一、説教調のものでは読者に飽きられると主張したが、中国側は、 文学作品としての水準が先決とした。1984年ニュードキュメンタリードラマ昭和松本清張事件に迫るテレビ朝日朝日放送を監修毎週コメンテーターとして自ら出演した。1985年にスコットランドやフランスのカルナック列席を 清長古代史を行く続編の取材のため調査ヨーロッパ巨世式文化の謎に取り組んだこの時の取材記録は松本清長のケルト機構日本放送出版協会協調として刊行された1986年から発掘調査が続く吉野ヶ里遺跡に関してもシンポジウムや講演会に参加 清朝の議論は吉野ヶ里と邪馬台国清朝古代勇気日本放送出版協会に収録されている。1986年に「点と線の英訳ペーパーバック版」が発売された際ニューヨークタイムズ市場で伝統的なものではあるが息もつかせぬ探偵小説として紹介された。 フランス世界推理作家会議1987年フランス東部グルノーブルでの第9回世界推理作家会議に招待され日本の推理作家として初めて出席し講演を行ったグルノーブルの水槽国際推理作家会議で考えたことグルノーブルの水槽 1988年中の講演記録によると清張は「日本の推理小説作家の作品は翻訳数が少ないために知られていないが海外の作品に比べて遜色がない」と紹介し「日本の作家のトリックには欧米よりも優れているものが多くある」とも述べている。帰国後には日本の推理小説の進化を海外に知らせるため 外国語翻訳がもっとと行われるるべきであると主張したまたフランスの推理作家評論家のフランソワ・リヴィエールとの対談において「推理小説には骨格としてアイディア・トリックの独自性が必要であるが他方単調さを回避するために副主題を伴うべきで既成事実への疑問追及や 既成観念への挑戦がテーマとしてうってつけであるとネオ本格推理小説を提唱した晩年1990年社会派推理小説の創始現代史発掘など多年にわたる幅広い作家活動で1989年度朝日賞を受賞した時代歴史小説の執筆は 減少傾向を示したが最晩年には再び時代小説江戸気団・に取り組んでいた。上田正明によれば織田信長の比叡山焼き打ちを延暦寺側から描く作品の構想も持ち1992年春から取材を開始していた。他にも、 グルノーブルの原子力発電所に絡んだ推理長編を構想しており、1992年の年明けに中央討論者の会長、社長を招いて執筆を約束、初夏にヨーロッパを取材する予定であった。グルノーブルに加えてフランスのパリ、リヨン、モンテカルロのほかオーストリアのウィーン、 ベルギーのブリュッセルなどを舞台とする構想だったという。死去。1992年4月20日、脳出血のため東京女子医科大学病院に入院。手術は成功したが、7月に病状が悪化。肝臓癌であることが判明し、8月4日に死去した。82歳没。遺書には、 自分は努力だけはしてきたなどと記されていた遺書の日付は1989年6月10日夜ヨーロッパ取材旅行の前日となっていた「神々の乱心江戸気団甲州霊楽塔」「後者は未単行文化」が絶筆「没後の動き1994年 成長の業績を記念して日本文学振興会が松本成長賞制定。1998年北九州市立松本成長記念館が開館。書斎や書庫を再現。同館を事務局として松本成長研究会が発足。2004年テレビ朝日が黒川の手帳で 成長作品の映像化を定番化。以後随時単発大型ドラマを編成。2009年、北九州市が生誕100年記念事業を実施。1月から12月まで幼少時の滞在地を含む成長ゆかりの全国各地で展開された。2010年5月。 北九州市が指導大門議長選に成長通りの通称を命名した。2013年8月、復音直後の昭和20年から8年間住んでいた北九州市小倉北区黒住町の急居が解体される。2014年12月、鳥取県日南町の日野上地域振興センターに、 松本清長資料室がオープン。2016年4月6日、清長の急遽近くにあった小倉北区黒住町にある黒住公園が記憶継承のため黒住清長公園に名称変更された。2020年4月6日、公園の名称の由来を残すための日が建てられた。 2018年9月16日までに北九州市立中央図書館の書棚から松本清張全集66冊のうち62冊がなくなったことが判明した。同年11月末にこの被害を知った全国6県ほどからの寄贈の申し出のうち保存状態の良かった 福岡県宗像市の80代男性からの全集を受け取って書棚に戻した。2019年3月16日から5月12日、神奈川県立近代文学館で特別展、巨星松本清張が開催された。作品、作品一覧、松本清張の作品一覧を参照。 短編小説。芥川龍之介や菊池寛の短編小説に若い頃から関心を寄せていた清張は、特に短編小説を好んで執筆した。特に初期はほとんどが短編作品であり、文学的な意味での完成度において短編作品を高く評価する論者も少なくない。これらの作品ではとりわけ、 何らかの意味で劣等感を抱いたり、社会的に孤立したりしながら、心の底では世の中を見返してやりたいという熱烈な牽制欲を抱き、そのためにかえって破滅するような孤独で変質的な人間像が好んで取り上げられている。その後、大きな反響を読んだ黒い画集をはじめ、連作形式での短編発表が続き、 成長の創作活動の大きな柱の一つとなった。長編執筆が主体となり短編の創作量は減少したが晩年に入っても短編シリーズ松本清張短編小説館草の道を発表するなど最後まで短編創作の試みは続けられた。歴史上の人物に新たな焦点を当てるなど 様々な角度からの創作が行われている推理小説推理小説に成長がよく親しむようになったのは川北電機小倉出張所の休治時代17から18歳の頃であった雑誌「新青年1920年創刊」に掲載された翻訳小説により 探偵小説の面白さを知ったと回想している小堺父母らによる翻訳をむさぼり読んだ一方江戸川乱歩の初期作品に傾倒した他に牧いつまが手がけたノンフィクション「世界怪奇実話」に憧れ犯罪ドキュメントものに興味を持つようになったのはその影響であると述べている後に作家となって以降も の自宅を訪れ蔵書を一覧し原資料について質問している「日光中宮市事件アムステルダム運河殺人事件のような作品を書くようになったのは牧の影響である」と述べている戦後の作品としては加山茂海威馬レエの強烈な個性に関心を持ったという。 1961年に出版された随筆黒い手帳では、トリックの尊重やまた本格推理の面白さは肯定するが、限られた数のマニアのみを念頭に、設定や描写の奇抜さを競い合う状況が推理小説の行き詰まりを引き起こしているとして、多くの人々の現実に即したスリルサスペンスを導入すべきことを訴えた。 しかし、推理小説に現実性を持たせる主張自体は、成長の独創ではない。古典的な探偵小説の非現実性に対する批判として有名なものに、アメリカの作家、レイモンド・チャンドラーの1944年のエッセイ、The Simple Art of Murder 素朴な殺人芸術がある。ただし、清長は、 推理小説が謎解きの面白さを骨子としている以上、トリックを尊重するのは当然であるとする立場を捨てず、動機の重視などチャンドラーとは異なる方向へと進んだ。他、動機の描写に力を入れることで人間描写を深めた。なお、推理小説で人間を描くことについては、 成長以前から議論が続けられてきた古典的な問題である。有名なものは成長が作家として世に出る際大きな役割を果たした木木高太郎と甲賀三郎による昭和11から12年の甲賀木議論争である。また木議を中心とした新人推理作家グループによる探偵作家抜き打ち座談会。 新青年1950年4月号掲載にも行われたが、乱歩によれば、探偵小説本格主義妥当の純文学論を交渉したものであったという、推理小説に社会性を加えられることなどを主張している。トリック分類表、1962年初め頃、成長は、 欧米の推理小説に詳しいアシスタント、成長の速記者を務めた福岡隆の親戚を使い、トリック分類表を作成させた。分類表は、江戸川乱歩類別トリック修正の形式に習ったものであり、6つの大カテゴリと各カテゴリ内での分類によって構成され、コナンドイル、 アガサクリスティから乱歩に至る実作例が付されている。大カテゴリは以下の通り。1、犯人または被害者の人間に関するトリック、一人二役など。2、他人が出入りした痕跡についてのトリック、密室など。3、犯行の時間に関するトリック、乗り物、時計、音など。 四、狂気と毒物に関するトリック。五、人及び物の隠し方トリック。死体の隠し方など。六、その他の各種トリック。同様殺人、迷路など。日本推理作家協会の理事長時代、中島孝太郎と山村正雄に委託して、 国内中心の150例近くを補充したトリック分類表を作成させた。社会派推理小説。同時期の水上務や有馬より地からの執筆活動もあり、マスメディアは政長たちによる推理小説の新しい傾向を社会派推理小説と呼び、週刊誌など当時のマスメディアの発達もあり、広く歓迎された。 しかし成長は社会派の故障が推理小説に使われることを好まなかった。晩年にも社会派の故障は適当ではないと明言している。横溝正史のリバイバルブームについて。1970年代の横溝正史のリバイバルブームに際しては、 近年の推理小説に良い作品が少ないことの反映だとして次のように述べた。良い,い作品が少ないですね。社会派ということで風俗小説か推理小説かわからないようなものが多い。推理小説的な意味で言えば水増しだよ。それでトリックオンリーの探偵小説、例えば横溝さんのものなど、 どんでん返しもあれば意外性もあって極があるでしょう。それで読者に迎えられているんだよ。時代歴史小説。デビュー当初の清張の執筆は歴史小説が中心であり、車宿、ひれより葬路五十四万石の嘘、いびきなど多くの作品が執筆された。 これらの歴史短編では、歴史の片隅でひっそりと消えていく発光の人々が好んで取り上げられ、また、前述の留置場での交流経験が反映されたいびきなど、かつての自身の生活経験が色濃く影を落としている作品も見られる。また、清長にとって初の長編小説は歴史小説であった。 作家としての知名度が上がり、執筆量が激増して以降も、連作時代小説、無宿人別帳を連載するなど、しばらくは時代歴史小説が並行して書かれた。歴史小説に関して、大外流に史実を克明に淡々と看護交じりに書くのが風格のある歴史小説ではない。 史実の仮想に埋没している人間を発掘することが歴史小説家の仕事であろう。史実は結局は当時の人間心理の交渉が残した形に過ぎない。だから逆を言うと歴史小説は史実という形の上層から仮想に掘られなければならないことになると思う。歴史小説と史実が離れられないゆえんである。と述べた。 出版社のシリーズ企画から江戸時代を論じた幕末の動乱がまとめられたがその経緯を生かす形で大作「陰ろう絵図」「天保図録」が生まれた清張は菊池寛の「日本合戦九1932から1934「オール読み物に連載」のモチーフを生かす形で「史説日本合戦艦」 オール読み物連載を執筆している。また、岡本喜道の半七鳥物帳をはじめとする鳥物帳にも関心を寄せていたが、短編修正型の連作として、彩色江戸切絵図、紅り江戸噂を執筆した。ここでも推理小説と同様、シリーズキャラクターの登場は避けられている。トラ 見せ物史の文語は唯一の例外。近現代史ノンフィクション作品に加えて、中江町民を論じた火の巨衆。山形有友を素材とする小説、象徴の設計。大久保利通から吉田茂、鳩山一郎などを経て、1980年に至る日本の首相についての史官・最小論など、 主に人物を通して近現代史を再興する取り組みが続けられた。文芸春秋はその後も成長に近現代史を素材とした作品を書いてもらう意向を持っていた。頓挫した文芸春秋の企画の一つとして戦後内閣論がある。晩年に至りノンフィクションから小説作品に案が変更され、 神々の乱心の執筆が開始された。評価。日本近代史専攻の有馬学部によれば、昭和史発掘中で、成長の駆使する資料は、当時の研究者から見ても相当な水準のブレーンがいなければ集めないものであったという。このため、主樹の憶測も生まれたが、成長は、資料の創作収集は、 週刊文春編集部員の藤井康江が一人で当たったと明言している。歴史学者の成田隆一と日本文学者の小森洋一は、日本の黒い霧と昭和史発掘は、成長の戦後歴史学、アカデミズムに対する批判意識が見出せると述べている。戦後歴史学が権力対民衆運動の枠組みに縛られ、 権力イコール天皇の問題を考察する。かっこ天皇制は封建制の残滓であり、日本の遅れの象徴というイデオロギー構造になっていたのに対し、敗戦日本を統治した GHQ の暴略という視点を持ち込み、また法則性に基づいた歴史の発展、かっこマルクシュ主義ではなく、 個別バラバラの事件を追求して背景を探るという発想自体、当時の歴史学にはなく、日本の黒い霧の手法が新しいものであったこと。日本の黒い霧は天皇をめぐる議論には触れていないため、当時の多くの歴史学者は聖長の議論を軽視無視したが、後に聖長は昭和史発掘でファシズムの問題に取り組み、 戦後歴史学が大政翼散会を念頭に思想統制や治安維持法に代表される上からのファシズムを強調するパターンをとっていたのに対して、政庁は可視感や兵のレベルまで資料を発掘、言及する対象を拡大し、226事件で決起した青年将校や東京裁判における永久戦犯に 戦争のすべての責任があるのではなく、国民一人一人が戦争への欲望を持ち、下からファシズムを望んでいたことを論証しようとした、と指摘している。古代史。清長の古代史への関心は、北九州を中心に各地の遺跡を歩いていた小倉在住時に養われている。清長は、 私の書く歴史ものでは古代史と現代史関係が多くその中間が抜けている。人からよく聞かれることだがこれはよくわからない点に惹かれているからだろう。古代史には資料が少ないために現代史は資料が多すぎるがその価値が定まっていないためにどちらも空白の部分がある。 歴史はやはり推理の楽しさがなくてはならないと述べている。考古学は創作の初期から重要なモチーフとなり、断臂、石の骨などの短編が書かれた。評価。成長の提示した仮説に関しては、その後の考古学、歴史学研究の成果により、現在では乗り越えられたものである。しかし、 一般の広い関心を喚起し、学会に刺激を与えたとして、その着想を高く評価する学会研究者も存在している。井上光貞や上田正明は、政長が古代主義を発表した時点でこれに高い評価を与えている。この対談にも参加した考古学者の佐原誠は後に、 成長の考えそのものには従えないところも多いが、研究者には到底思いもよらないその発想、着想は大いに刺激的であると評している。また、成長の古代史論は基本的に文献からの学習に基づいていたが、普通の研究者があまり着目しない明治期以来の古い研究史をも熟読しており、 学士の学習が成長を強くしたのではないかとその特色を分析している。歴史学者の角脇定治と考古学者の森光一は対談で成長没後に進んだ三内丸山遺跡の発掘結果により成長説が否定された例もあるものの当時の政治史中心の学会に対して国際的な人的交流 貿易史の視点を強調したことあるいは朝鮮文化の影響を大きく評価する当時の研究風潮に対してゾロアスター教などペルシア文化の影響力を強調したことなどは学会に大きな刺激となったことまた政調がいる間は学者もテレビなどでいい加減なことは言えない雰囲気があったことなどと述解している。 出版社、担当編集者との関係。文芸春秋とは、芥川賞受賞以降、晩年まで密接な関係を持ち続けた。尊敬していた菊池寛の創立した出版社であるため、たびたび寄稿し、文芸春秋は仕事がしやすい、筆が自由、と述べていた。 全作品の4分の1余りが文芸春秋の各雑誌に書かれた藤井康生は清長担当編集者の代表的な人物である藤井は文芸春秋新社入社後別冊黒い画集シリーズで清長担当となり昭和史発掘関連の取材を行った以後松本清張全集の編集を経て同社退社後は 北九州市立松本成長記念館の館長を務めた藤井の元上司にあたる半藤和人氏は同社在職時に現代官僚論を担当し後「週刊文春」「文藝春秋」各編集長として「再開堂談記」などの取材旅行に同行した森四郎は同社在職時1970年から「 文豪、古代探求など3年間成長を担当後空の城で再び成長を担当した高橋和夫は同社在職時「強気あり、再開同段記」を担当した公文社からは「天と線の刊行以降多数の作品が刊行され同時代読者にとっての「 松本清張イコール推理小説のイメージを広めることにつながった清張担当は「天と線以来の松本京子とカッパ・ノベルスの初代編集長を務めた伊賀幸三郎が中心となったまた桜井秀則は同社在職時「波の塔」で清張を担当した後に 伊賀桜井が同社を退社し正電社を設立した際清張は「人間水域」を「ノンブック」の創刊ラインナップに与えた新潮社とは長編小説の連載や短編の発表など晩年まで多くの作品の発表舞台となったまた同社は文庫の観光歴において文藝春秋や公文社などの他社に専攻していたため 多くの代表作が同社の文庫に収録されることになった。菅慶子は同社入社後「悪いやつら」「獣道」「夜行の階段」などで清張を担当30年以上の間清張との関わりが続いた王子博は同社入社後「近畿の廉価シリーズで清張を担当。 結婚式の主品を聖長が務めるなど付き合いを深めたが、黒川の手帳を完結の一年後に、東名高速道路上で事故死した。堤晋介は、同社在職時、成獣配列、赤い氷河期で聖長を担当した。中央公論者、現中央公論新社とは、 文芸春秋の藤井康江の妹にあたる宮田真理恵が黒い福音で清張を担当するなどの関わりがあり当初松本清張全集は同社から刊行される計画も持たれていたしかし同社の日本の文学シリーズ企画の際清張との関係が悪化しっこ三島由紀夫の説を参照その後は 原人など少数の作品との関わりにとどまり一人宮田が成長関連の窓口的存在となったこのほか朝日新聞社では重金敦之が同社在職時「黒の様式黒の図説歌のない歌集各シリーズ」など「週刊朝日」掲載作品を中心に成長を担当した他の作家 署名人との関係作家一般森外創作活動の初期から晩年まで成長が間接的なものも含めて作品のモチーフとして取り上げ続けた作家でありある小倉日記伝「外の日」「削除の復元」など表伝的作品「良造森外」も執筆されている。 王外の作品中、清張が特に重点を置いて言及しているものは、渋江仲裁、伊沢蘭賢、北条家庭といった私伝物である。清張は王外が夏目漱石よりも大人であると述べており、国文学者の三好幸男との対談の中で清張は、私は王外にそんなに影響を受けたとか、あるいは王外に支粛して、 一生懸命文体なり、あるいはテーマの取り方なんかを学んだとは思いませんね。黄貝と漱石というのを比べてみますと、大人という言葉を使えば、黄貝が漱石よりはるかに大人です。やっぱり黄貝の文体の簡潔さ。漢語はたくさんあるけれど、当時のことですから漢語が多いのは当然だし、ああいう皇室で書いた文章というのに惹かれたわけです。 と語っている対して漱石に対する成長の言及は「批評家が心を漱石晩年の傑作のように言っているのが私には不可解です。要するに漱石の作品は実生活の経験がなく書斎に閉じこもって頭で書いたものだからです」と言っている。晩年になるほど鴎外との作品上の付き合いは深くなり 自分に通じるものを王外のうちに見出してのめり込んだと評されている。成朝が王外に修正関心を持ち続けた動機背景に関しては現在でも議論が続いている。菊池寛、成朝自身が影響を受けたことをしばしば表明していた。菊池は文藝春秋の創設者であり、成朝は。 16から17歳から20歳過ぎまでかなり菊池の考え方に影響されたと述べ「大島ができる話」「圭吉の誘惑」「妻の非難」「R」など菊池間の圭吉者が自分の読書歴の古典であり今でも文章の一部を暗記しているくらいであると成長は述べている。 その作品を生活経験に裏付けられたものとして高く評価した菊池を論じた作品として文芸春秋での佐々木模作との関係を軸にした経営菊池菅と佐々木模作がある成長が共鳴した菊池菅の考え方を示すものとして小説家たらんとする青年にあたう文芸クラブ 1921 9年月号掲載があるこの中で菊池は「とにかく小説を書くには文章だとか技巧だとかそんなものよりもある程度に生活を知るということとある程度に人生に対する考えいわゆる人生観というべきものをきちんと持つということが必要である」と述べている。 文学史上における菊池観を成長は次のように言っている。菊池の言うテーマ小説の出現はそれまでの自然主義的傾向の小説白樺派の人道主義的小説の流れと切り離しては言えない。田山家いらに代表される自然主義的小説はあるがままのものをあるがままに描くことをモットーとしたがそれは 事故の経験を中心にしたものであり、題材は極めて狭かった。狭いゆえに描写の進化はあったが、その進化は行き詰まりにつながっていた。中略。自然主義的小説は人間生活の暗黒面が強調され、題材も主として女と貧乏に限られるようになった。大正末期までの詩小説は、 カサイゼに代表されるように、生活落語者と女関係とが主題になっている。中落。告白はトルストイなどからの影響だが、その告白を悲壮的にあるいはストイックに解釈し、または意識的に自己流に歪曲したものが大正期の私小説と言えようか。自然主義小説は、 人生を干渉しても実質人生に解決がないごとく、小説にも解決がない。自我を主張するが、その自我も飲酒的な家族制度と社会機構に押しつぶされる。かくて自然主義小説は絶望の文学となり、虚無的となる。しかし、ここにも干渉的なロマンチシズムがあるのは見逃せない。これが愛読者を得た理由でもある。 けれども、題材が事故の経験や周囲の観察に限られているため、同じような話を繰り返して書く結果になり、マンネリズムに陥って衰弱した。わずかに徳田修正や正宗白鳥などが明脈をつなぐ。この自然主義小説に反抗して現れたのが白樺派である。彼らはトルストイの告白面よりもその人道主義に共鳴した。 有島武雄武者の浩二三根厚志賀直哉長代義郎など学習院卒の貴族の子弟がそのグループだった中略白樺派の小説は一部に熱狂的な支持者を得ても一般からは広い共鳴を得られなかったいわば貴族のお坊ちゃんの独りよがりの小説としてその底の浅さを言われ嘲笑された。 そこに登場したのが菊池や芥川のテーマ小説である。人間の暗黒面、無解決、いつ始まっていつ終わったかわからないような叙述、小説の興味を抹殺したような平凡、単調な構成の自然主義小説や詩小説類。もしくはそれとは対射的だが白樺派の干渉的な人道主義小説または 楽天的な理想小説に不満だった読者は、明快で理知的な人生祭壇を前面に押し出した菊池の小説を歓迎した。菊池の小説は自我がテーマになっている。自然主義小説にも自我はあったが、それは内在的なものとしてしか扱われていなかった。菊池はそれを正面に押し出した。中略。彼はその自我をテーマに、 現代小説にしても歴史小説にしても存分に面白い物語を作り上げた清張の菊池作品に対する評価は芥川龍之介や志賀直哉の作品に比べても高い芥川を賛美するのは良いが芥川作品の構成の脆弱よりも菅の鉄骨で組み立てたような構造の見事さは もっと再評価されてよいのではないかろうか。随筆黒い手帳。菊池だったら文章に効果的な省略はあっても寛容なところは手抜きなどしないできっちり書くだろうと思われるのである。それは滋賀と菊池の生活経験の違いから来る。暗夜考慮の主人公は中略居所を転々としその間 放などするような自分の使う金に反省がないのみならず社会的感覚が全くなくあるのは都合のいい事故だけである」かっこ。経営菊地と佐々木も咲く木村木16から17歳の成長が強い感銘を受けた小説研究16校について「その前から小説は好きで読んでいた」しかし 小説を本気で勉強したり小説家になろうとは思っていなかった。だがこの本を読んだ後急に小説を書いてみたい気になった。それほどこの本は私に強い感銘を与えた。思い出の一冊にとどまらず今でも私に役立っていると言っている。清長のこのエッセイを読んだ木村は私の長い文学生涯において これほど私に嬉しかった文章はめったにない。中略。若き松本清張君の訪問は私を喜ばせ、自信をつけ再生の思いをさせた。鶴見俊介によれば、小説研究16校は昭和初期まで相当の影響力を持っていたはずだが、文学者の 最初に自分の目を開いてくれた本のことをあまり言いたがらない習慣ゆえに無視されるようになったという小倉から東京へ転居した際清張は真っ先に木村の自宅を訪問しその後も交流を続けた清張は会見後はいよいよ私の支持者となってただに小説研究16校ばかりか 私の書くたくさんの著作を秋もせず少量して埋没した明治史の発掘者として文芸春秋社のどれかの雑誌に講演をして長々と私を褒め偉い人と言っている清張の暗い血の旋部に先立ち空伝豊富光子の伝記を残している木村の死去に際して清朝は葉脈探求の人 木村騎士と私を書き追悼した同文中で成長は「それまで私は小説はよく読んでいる方だったが漫然とした読み方であった」小説を解剖し整理し理論づけ多くの作品を広く引いて霊唱し創作の方法や文章論を尽くしたこの本に私は目を洗われた心地となり それからは小説の読み方が一変した。肛炎な概念的文学理論も欠かせないが必要なのは小説作法の技術的展開である本書にはこれが十分に盛られていた私は33歳の頃まで乏しい蔵書を何度か古本屋に売ったことはあるがこの小説研究16項だけは手放せず 配色濃厚な選曲で兵隊に取られた時も家の者に固く保存を言いつけて無事に帰った時の再会を楽しみにしたものだった」と述べている水1952年以降は分泌活動から遠ざかっていたが清張の活動に刺激を受け1959年に推理小説「霧と影」を発表。 その後は社会派推理作家として認められた。水上は政調から取材・執筆のアドバイスを与えられ、直木賞受賞作品癌の寺は激賞を受けたという。大岡翔平との論争日本の黒い霧経済史の文芸春秋には好意的な評価も寄せられる一方、作家の大岡翔平は、 私はこの作者の性格と経歴に潜むある不幸なものに同情を禁じ得なかったが、その現れ方において、これは甚ははだ危険な作家であるという印象を強めたのである。小倉日記、断辟は国文学や考古学の町の徳学者がアカデミズムに反抗して倒れる物語である。中略、学問的追求を記述するという点で、 推理小説の趣きであるが、推理がモチーフではない。といって、干渉的な批憤公害小説でもないので、学会、アカデミズムというものの非常さとともに、それに反抗して倒れてゆく主人公の変質も、冷たく突き放して書いてある。後日、社会的推理小説家になってから書いた小説定言事件、日本の黒い霧は、 朝鮮戦争前夜の日本に頻発した謎の事件をアメリカ暴力機関の陰謀として捉えたものであり栄える者に対する反抗という気分は初期の作品から一貫しているしかし松本の小説では反逆者は結局これらの組織役に拳を振り上げるだけである振り上げた拳は別にそれら組織の破壊に向かうわけでもなければ 目には目をの復讐を目論むわけでもない。せいぜい相手の顔に泥をなすりつけるというような自己満足に終わるのを常とする。初期の菊枕、断皮に現れた無力な憎悪は一貫しているのである。日本の黒い霧が政治の真実を書いたものと考えたことは一度もない。無責任に摘発された真相は、 松本自身の感情によってて歪められている彼「政長」の推理はデータに基づいて妥当な判断を下すというよりはあらかじめ日本の黒い霧について意見がありそれに基づいて事実を組み合わせるというふうに働いていると批判した大岡の批判に対して政長は「真実を描き出していないと断定する以上 大岡氏はその真実の実際を知っていなければならぬ大岡氏がどれだけ真実の実際を知っておられるかを教授を乞いたいものである日本の黒い霧をどういう意図で書いたかという質問をこれまで私はたびたび人から受けたこれは小説家の仕事としてちょっと奇異な感じを読者に与えたのかもしれない誰もが一様に言うのは 松本は「反米的な意図でこれを書いたのではないか」との言葉である。これは占領中の不思議な事件は何もかもアメリカ占領軍の謀略であるという一律の構成で片付けているような印象を持たれているためらしい。その他こういう書き方が固有の意味での文学でもなければ単なる報告や評論でもない。 何かその中間めいたぬえ的な代物と非難する人もあった。これも私という人間が小説家であるというところから疑問を持たれたのであろう。私はこのシリーズを書くのに最初から反米的な意識で試みたのでは少しもない。また当初から占領軍の謀略というコンパスを用いて全ての事件を分割したのでもない。 そういう印象になったのは、それぞれの事件を追求してみて、機能的にそういう結果になったに過ぎないのである。松本清張批判をよく読んでみると、これは単独に私に向けられた矢だけとは思えない。私への批判は、その間に伊藤清志、平野健氏という二枚のフィルターがはめられていて、 光線がが水中で屈折するるくく向かってくる大岡の言う個人の拳が組織の悪を散々に破壊する力を持たないことは明白でありそのようなものを書こうとしたら茶値な活劇映画も顔負けするような茶番になる大岡氏の一連の常識的文学論は多分に実証的批判で大変面白かったが こと松本政調批判に関する限り、外然たる気分でものを言っておられると思う。と反論している。柴良太郎。政調と同様に直木賞選考委員を務めた、第62回から第82回、政調は第45回から第82回。政調との対談も行っており、両者の人間観、 歴史観のを伺うことができる芝が日本の歴史上しばしば取り上げた時代は戦国安土桃山時代や幕末明治期であるが清長が得意としたのは江戸時代を思わせる時代小説を別にすれば奈良時代以前の古代と昭和期であった。両者ともに例外多数。また。 中世森外に関心を持っていた清張に対し晩年の芝は夏目漱石を評価している1994年の文藝春秋創作戦後記念特集号にあたり同志への執筆回数を相撲の番付形式で紹介しているが清張は東横綱芝は東大関とされておりかっこなお西横綱は 井上康氏柴の死去は1996年昭和期の同志における両者の存在感の大きさがわかる三島由紀夫1963年中央討論者が文学全集日本の文学を刊行する際中央討論者側は成長をラインナップに加えたい意向を示したが三島由紀夫は反対拒否した。 川端康成は松本清張を入れるのは私はいいと思う。谷崎潤一郎は松本清張がダメなら菊池寛もダメなんじゃないかと述べ中央講論社の社長の島中法治が妥協案を示したが三島は清張の文学を僕は認めないと譲らなかった。清張と三島の会話の記録としては文芸に掲載された座談会 現江戸川乱歩全集講談社全15巻1969から1970出版の際は清長と共に編集委員を務めた清長の三島表として1978年の国文学者三好幸男との対談や杉ゆくカレンダー収録の日記などがある 三好との対談で聖長は、三島幸夫があんな風に最後に右翼だとか国家主義者だとか言われているのは悲壮な観察だと私は思う。彼は題材を求めてそこに流されていったと思うんです。中略、そのことは大江健三郎でもある程度言えそうです。あの人はもともと左翼でもなければ、いわゆる進歩的文化人のタイプじゃないと思う。 学生からすぐに作家生活に入った。だから死者のおごりのような感覚的文章が本来の大江健三郎だと思います。ところがたまたま反米的な材料を取るというようなことから、これは小説のために材料を取ったと言っていいところがある。各個、芥川、三島、大江の三者に共通しているのは材料の 生活に根差していないなな人工的な面ですねと述べているまた山崎豊子との対談中でも三島大江に関してほぼ同じ見解を述べている思想史家の中政正樹は自らの実生活から作品の材料を掘り出していると自負する成長にとって美の世界に自己を同化させようとしたり特殊な体験に基づき創作する芥川 三島大江は異質の存在であったと述べているもっとも清張も三島の才能そのものは高く評価しており半生の木の雑誌書室である「階層的自助伝」では「花盛りの森を歳筆にあふれている」と述べまた後年にも「芥川龍之介は三島の前にはあまりに小さすぎる。 才能は三島の方がはるかに川端康成をしのいでいるなどと述べ三島の豊かな天文は特に短編に発揮されたと表している。推理作家江戸川乱歩編集長を務めた雑誌宝石に清張の「ゼロの焦点連載時の台ゼロの焦点」を連載させており その救済時に清張と対談を行ったがこれが記録として残っている乱歩と清張による唯一の対談であるまた推理小説の指南書「推理小説作法1959年公文社2005年公文社文庫を」を清張と共編している清張は特に2000同化以降続々と発表された乱歩の初期短編を愛読し 大変な天才が現れた「日本にも本格的な探偵小説作家が出たと強嘆した」と絶大な評価を与えている後の通俗長編に対しては「独自性や野心的なものは残念ながら影を潜め作品価値的にはついに長い空白時代が続く」など厳しい感想が多いが一方では「面白さにかけてはそれなりに独自のものを持っている」 事後の模倣者の及ぶところではなく、乱歩の才能の非凡さを示していると一定の評価も述べている。一方で、乱歩による成長作品に対する踏み込んだ評論は特に残されていない。乱歩は、現影上、探偵小説純文学論を表すでは、自身の見解を文学的本格論と称していた。他方、 国産の本格推理の昭和20年代の状況に関しては、横溝正史や高木秋光の活動にもかかわらず、悲観的な認識を持っていた。鮎川哲也は、乱歩が体調を崩した後、聖長が池袋の白雲閣にいた乱歩を訪問し、畳に手をついてお辞儀し、敬意を表現していたと伝えている。乱歩の死後、聖長は、 三島幸夫や中島川太郎とともに江戸川乱歩全集講談社全15巻1969から70年の編集委員を務めた。木木高太郎、推理小説家として初めて直木賞を受賞した作家であり、清長の諸女作西郷札を認め、編集委員を務めていた雑誌三田文学に記憶、 ある小倉日記伝を発表する機会を与えるなど、成長を世に送り出す役割を果たしている。成長も日本の探偵小説に知性を与えた最初の人と木々の小説作品を高く評価し、木々高太郎全集、朝日新聞社全六巻の監修者も務めている。エドガー・アラン・ポー、成長が青年期に愛読した作家の一人で、 『ゼロの焦点』『アムステルダム運河殺人事件』『赤い氷河期』など多くの作品で『アッシャー家の崩壊』などポーの小説及び詩がモチーフとして引用されている。英詩が引用されることがあるが高等小学校卒の成長がポーの英語に触れていた契機として1951年に北九州市に開設された CIE 図書館の要所を読んでいた可能性が指摘されている。ポーのゴシック小説の愛読と探偵小説のお化け屋敷性批判が成長にとって両立していた理由として推理作家の笠井清は、成長の表現はポーによる持論、構成の原理を参照したものであり、成長がゴシック小説定番の背景、道具立て、人物、 事件などを雰囲気、感情、市場を醸し出すための部品として読んでいたのではないかと論じている。横溝聖史江戸川乱歩らとの座談会、別冊宝石第109号収録では、社会派推理小説の流行に関して、作家は自流に受けるものを書くものではなく、好きなものを書くとして、 距離をを置く発言をしているただし後年には社会派の影響を受けた作品も執筆しており本格推理小説が復興するにしても松本清張氏が築き上げたリアリズムの洗礼を受けたものでなくてはならないでしょうとトーンを変化させているなお清張が横溝の作品をお化け屋敷と呼んだとされることがあるが 清長が横溝の作品を指してそのように読んだ事例は随筆黒い手帳を含めて実際には存在しない。にもかかわらずこの解釈が生じた背景の一つとしては1957年に行われた荒正人と成長の論争がありその中で荒は成長の文章が名前を伏せた横溝批判に相当するのではないかと主張している。 森村誠一。最初の著作の出版以降、清長と数回会っているが、後に成長の印象を以下のように総括している。乱歩さんや横溝正史さんは、後進や新人に非常に温かい。松本清長さんは全く逆です。まず新人に対しては、疑惑と警戒の目を向ける。 大切な自分の作品という卵を産む限界能力を犠牲にしてまで、どうして俺が新人の育成をしなきゃいけない。自分の作品を産むのに忙しい。言うなれば、自分の作品しか見つめていない方です。これは私自身も、清張さんの姿勢は作家として見習わなければいけないと思います。山村美沙。 江戸川乱歩賞落選作を清張が推薦したことにより最初の著作「マラッカの海に消えた」を出版することができた初版本の帯には「トリックの豊富さと物語性を評価」と清張の言葉が記され「GK チェスタトンに迫るトリック」と高い評価を与えているまた山村から見た清張の印象を述べたものとしてエッセイ ミステリーに恋をして1992年公文社文庫がある西村京太郎山村美佐をモデルにした小説「女流作家花の棺」を書いておりその作中に成長を思わせる作家倉田が登場している作中では倉田がヒロインの夏子かっこ山村に好感を持っており 主人公、かっこ西村と付き合うのをやめるよう告げる旨のセリフを言わせている。また、作家になったのは清張の作品を読んで、これなら自分でも書けると錯覚したのがきっかけ、と述べている。島田総司。日本における本格推理復興の大きな契機を作った一人とされるが、清張に関しては、社会派の作家としては最もトリックが多い。 清長さんはトリック重視として一定の評価を与えている。その後も島田は成長の推理小説を自然主義と結びつけて解釈する見解を示している。ただし、最も印象深い成長作品に関してはトリッキーな推理作品ではなく反省の木、火の記憶であると述べている。島田はノンフィクション作品、 秋吉秀明事件を書いており、島田を秋吉支援に熱中させたのは、これら成長作品の潜在記憶であると解雇している。宮部みゆき、初期短編から最晩年の作品まで成長作品を愛読しており、松本成長傑作短編コレクション2004年文春文庫全3冊の編者を務めた。また、 2009年の生誕100周年記念事業の際に大沢有正や京極夏彦とともに記念講演会を開催し清張をめぐって奥泉光や半藤和利北村薫と対談も行っている森正弘作家デビュー前に出版社でアルバイトをしていた頃清張宅に新聞等の資料を届ける仕事をしており 原稿の催促に来た編集者と勘違いされて、締め切りはまだだろうと日本刀を持ち出されて追い返された経験を持つ。その他著名人、美空ひばり、親しかった放置新聞社長からの勧誘を受け、コンサートを見ている。その後聖長はひばりに歌を作詞する約束をし、雑草の歌というタイトルで資料集めを実施、 内容を検討していたが「ひばりの死、1989年により実現せずに終わった「新玉道を黒い画集第2話韓流」「風の視線」「霧の旗」など清張原作の映画に出演しているが清張は新玉が大のお気に入りであったといわれる「婦人公論」1962年10月号紙面には「 清長と二人で登場し演出家の和田弁によれば1980年代になっても良い若手女優を成長に尋ねると清長はすでに50歳となっていた改たまを推してきたという。政治・社会問題成長は現実の政治や社会問題にも関心を持ち発言する作家であった。 若い現代史研究者の発表の場として、帰還現代史を創刊した。出版関係者のみならず、外務省などの省庁も取材ルートとして活用した。日本共産党も認めていたが、全共闘運動に関しては何の意味もないとして全く評価しなかった。1965年、 日本社会党所属の衆議院議員岡田春夫は自衛隊統合幕僚会議確固当時現在の統合幕僚幹部が1963年に極秘裏に実施した機上作戦演習いわゆる密夜研究の存在を暴き政府におけるシビリアンコントロールの在り方などを追求している。 岡田は議員引退後の1987年に自伝「岡っ端る一代記」を出版したがその中において密夜研究文書資料の情報提供は政調から行われたことを告白しているこの岡田の告白によってマスコミから反響が起きたが成長はその経緯一切について明かさず沈黙を通した「国際的活動」 成長が初めて海外に出たのは1964年であり、すでに50歳を超えていたが、その後は精力的に海外に出かけるようになった。黒の回廊など、取材成果を生かした海外トラベルミステリーが書かれる一方、古代史関連の文化視察や、キューバやラオスといった社会主義国家の現状取材も行われた。晩年は、 イギリスフランス西ドイツ当時など西ヨーロッパ諸国への旅行が多く「成獣配列」「霧の会議」「赤い氷河期等」等その経験が反映された作品も多い。法廷弁護士ペリー・メイスンシリーズで知られるアメリカの推理作家イーエス・ガードナーを日本推理作家協会の理事長として招待。 他の推理作家とともに食事会を催した。清張原作の映画中、海外では特に砂の器の認知度が高く、監督の野村義太郎と共に言及されることが多い。清張は通訳をあまり必要としない程度に英語を介した。朝日新聞西部本社では外国人に通じる英語を話せる社員が清張しかおらず、 新中軍が会社に来ると皆清張を呼び対応していた海外取材等で通訳が同行した場合も遮って直接英語で対応することがしばしばであったキューバ国営テレビのインタビュー番組に出演した際1968年も英語でスピーチを行った最終学歴は高等小学校卒であったが 衛生兵として朝鮮に渡った戦時中には洋書を読み、朝日新聞社勤務時には英語力のある社員を捕まえて学び、通勤時間を英会話の練習に使った。作家になり多忙になって以降も、若い外国人女性、各個文芸春秋の岡崎義光による、を家庭教師として雇い、日曜日に自宅で英会話の個人レッスンを受けていた。 成長作品の翻訳、映画化、メディア出演、省略。趣味、プライベート。家にいる時は洋服でなく着物を普段着としていた。ヘビースモーカーで身辺を構わない人物で着物と自宅絨毯は焦げ跡だらけだった。酒も食事もあまり興味はなく、 唯一の趣味はパチンコであった。五木付の店は西荻窪の駅前にあり、周囲に気づかれないよう変装して入店したこともあったが、すぐに成長と分かってしまい困ったという。夫人によれば、新製品が出るとチェックせずにはいられなかったというくらいにカメラに凝っていた。給料の少なかった戦争出生前、 当時貴重なドイツ製のライカを購入していた取材の時には一眼レフを中心としたカメラを首から下げているのが常であった海外に出かける場合は2台以上を持ちモノクロとカラーを取り分けていた写真エッセイ集「松本清張カメラ機構1983年新潮社」も出版されている 松本成長記念館には愛用したニコン F3 特注品の松本成長スペシャルが展示されているが、この特注品はカメラの頭の部分に外付けの液晶画面が付けられ、シャッタースピードやマニュアル露出が表示されている。これは晩年に視力が弱ったことに対応したものであり、材料費を抑えるため、 時計用の液晶を利用したのをはじめ様々な部品が代用されている歌子として特に好んだのはカルカンで九州から取り寄せていたアルコールは受け付けなかったまたコーヒー等で一日に10杯は飲んでいた下戸であったが取材のために銀座のバーなどへは顔を出しホステフスを質問攻めにして店を困らせた 人見知りをするところもあり、人との付き合いが下手であったとされる。分断との関係も薄かった。ただ、無口ではあったが、暗い性格ではなく、身内や馴染みの者のに適度に茶目っ気を見せることもあった。日本のプロ野球について、自らはアンチ巨人と語っていたが、巨人はどうしたといつもその成績を気にしていた。 北九州市の菓子メーカー虎月堂を創業し喫茶店応援王の運営に関与する小野家とは親交が厚く古月堂や応援王のショーウィンドウのディスプレイを担当1960年に応援王が小倉駅前にビルを建てた時にはいち早く株主となった清張はあまり野球が得意ではなかったものの 小倉では地域の草野球チームに参加しており、状況後も小野家とは野球の話題を好んでしていた。僕のマドンナ像を問う企画の際、以下のように述べている。私のマドンナ像はいくつかの条件がある。まず、その女性との交流はプラトニックなものでなくてはならない。肉欲を感じさせるものなどをもってのほか、 あくまでも清純で所著性を備えている必要がある。次にその関係は私の側からの片思いでなくてはいけない。相思相愛では神聖な息にまで高められたイメージもたちまちにして非近な現実の無力と化す。この世では到底思いの叶わぬ高根の花、この隔たりこそ 切ないまででの憧れをかきたてるる要因である私にとってのマドンナはまた絶世の美女でなくてはならない。いやしくもマドンナというからには普遍化された理想像であって個性などというものの入り込む余地はないはずだ。美人ではないが気立てのいい女というのでは話にならないのである。小説中の女性の描写に関して 瀬戸内寂聴は以下のエピソードを伝えている「清張の執筆量が激増した頃ある女性と縁ができたこの女性は結婚願望が強かったが清張は夫人を大切にしていて離婚は思いも及ばないことであったしかしその女性はどうしても清張夫人の座が欲しくあらゆる難題を吹きかけ手を尽くして自分の欲望を遂げようとした」 後に瀬戸内がその女性を取材した際、女性は足様に清長を罵倒したため、瀬戸内は書く気が失せ、その仕事を降りた。その後、清長は瀬戸内が書かなかったことへのお礼を述べ、悪縁でしたね、と言った瀬戸内に、そうとも言えないんだ。彼女のおかげで僕は悪女というものを初めて知った。 あれ以来小説に悪女が書けるようになった。心の中では恩人と思ってるんだ。と答えたという。作品を執筆する際に使うのは万年筆。それもモンブラン製と決めていた。私は年来万年筆としてはモンブランを専用にしている。万年筆は我々にとっては手の一部で調子が悪いと仕事ができない。 手に万年筆があるのを意識しないくらいにスムーズなのが理想的だがモンブランは大体これに応えてくれているそれで私の机の中にはモンブランだけが10本ばかりある愛用したのはマイスターシュテック主に使っていたのは149や146よりもクラシックシリーズと呼ばれた実用的なモデルだったという。 抽象的なタイトルの作品が少なからずあるが、これに関して成長は、連載を頼まれ締め切りが切迫してきたが、まだ筋ができていないとき、連載予告上の必要に迫られ、波の塔だとか、水の炎だとかいうような台を出しておけば、内容が推理小説であろうが、ロマン小説であろうが、あるいは時代小説であろうが、 あと1ヶ月の本当の締め切りまで時間が稼げるわけでありますと抽象的な題名をまず出しておいた結果であると述べている。初めて目を患ったのは小学生の頃失明寸前だったとされているが眼鏡をかけた少年成長の写真は発見されていない。眼鏡姿を確認できる最も古い写真は 20代の頃のスーツ姿の写真となっている。戦時中や朝日新聞社員時代には丸メガネをかけていた。丸みを帯びた長方形のメガネを愛用するようになったのは1961年頃のこととされている。晩年には左目はほとんど見えなくなっており、愛用したメガネは右のレンズだけが分厚く飛び出している。 左目の視力が衰えたため、右目で取材をし、資料を眺め、執筆をしていた。成長との厳しい思い出を語る関係者は多い。成長の明らさまな門前払いに遭い、涙を流した森村誠一。成長に自分の取材結果を一周され、一瞬殺意を感じましたよ、郷原博史、など。他方、 清長先生はジェントルマンなんですよ。藤井康恵。逆境にあったり、虐げられた立場にあったり、コツコツ努力する人間に対してはことのほか温かい。林恵子。影内を叩いた者は一人もいなかった。清長帝のお手伝い。など、優しく他人を思いやる人だったと回想する関係者も多い。 成長の専属即記者を務めた福岡隆は、嫌われた人間からすればこれくらい嫌な恐ろしい人はなく、また好かれた人間からすればこれくらい親切で頼れる人はない。実に好き嫌いの激しい人と評している。点と線以来成長の原稿の遅さにやきもきする編集者の逸話は多いが、 オール読み物編集部次長だった中井正はゲームセンターのモグラ叩きでモグラを清張さんに見立てて叩きまくったと述べている1964年の東京オリンピックに関しては東京オリンピックが始まっても何の環境もない何かの理由で東京オリンピックが中止になったらさぞ快いだろうなと思うくらいである 私たちの青年時代に若い人でスポーツ好きなのは大抵大学生活を経験したものだった。学校を出ていない私はスポーツをやる余裕も機会もなかったし理解することもできなかった。オリンピックが世界の平和のために貢献するというがこういう観念の屈辱も私は信じない。 このような歌い文句で世界の現実から目を塞ごうとするなら、オリンピックも麻酔的な役目しかなく、かえって危険である、などと記している。北ベトナム取材時、ハノイへの連絡機が相次いで欠航し、ラオスのビエンちゃんに2週間近く待たされ、日程が大幅に狂う中、 ホテルの部屋の机の引き出しに備えられたレターペーパーに線を引いて即席の原稿用紙とし執筆を続けたこの時同行していた森本哲郎に「作家の条件って何だと思う?」と問いかけ森本が「才能でしょう」と答えると「違う原稿用紙を置いた机の前にどれくらい長く座っていられるかというその忍耐力さ」と述べている。 最後まで小説、フィクションを作家活動の中心に考えていた。小説以外の活動が話題となった作家に対して、彼が小説を書かないのは才能が枯渇したから書けないのだと言い、訴状に上がった著名作家は一人や二人ではなかったと言われている。新人作家が斬新なトリックを使ったり、資料を違った角度から照射したりすると、 大いに評価してていたがひとたががとび彼ら人人気作家になっししまえばライバルの一人としか考えなかったこのため小説に対する意地と同業作家たちと同じ土俵で勝負するという挑戦意欲が筆を持たせたエネルギーだったとも評されている本人が評価していた自作の映画化は「張り込み」「黒い画集」「あるサラリーマンの証言」 砂の器だけであったという。各3作とも脚本は橋本忍。三田和夫が1968年2月に清張を著作権侵害で訴えたが、清張は相手にせず、同年7月に東京地方検察庁は不起訴処分とした。長男がポーカーゲーム賭博で逮捕された不祥事が報道された際、腹を切って詫びなければならない。 と言った。長谷川町子の漫画「いじわるばあさんに」に婦人参政権不要論の論者を主人公が成長と誤解し「実際は石川達造」「成長宅の窓に大音量のラジオを近づけて執筆活動を妨害する作品がある」「エプロンおばさんに松下清張という名の高額納税者を 結婚調査の男が羨ましがる作品がある。水木しげるの漫画コケカキーキーに、松本さんの推理ではどうですかとコケカキーキーが魔女軍団に家計にされた原因を尋ねられる場面がある。かつて小倉に住んでいた際には、鳥町食堂街にある中国料理店コウのフカヒレ姿入りラーメンを好んで食べたと言われている。